これで鮭の味噌汁の完成です。はい、おはようございます。今日は秋の味覚鮭ですね。秋鮭、北海道産になってます。これと生ですね。これはこれと、和風野菜、冷凍和風野菜。これで何作るかっていうと、味噌汁です。単純に味噌汁作って食べていきます。美味しいと思います。で、切り身が2つあるんで、もう一切れはチャーハンにでもしようと思います。また別の動画であげます。はい、まず鮭切っていきます。骨は、ちょっとこの辺なんかありますけど、あとは、身の間に入ってることが多いんですけど、まあ大丈夫かな。ここだけ、切り落とします。ここ、骨。はい。あとは、大きめに切ります。これぐらい大きい方が美味しいと思うんで。ああ、包丁が切れない。はい。切りました。4つしかな取れない。もっとちっちゃい方がいいかな。もうちょっとちっちゃく切ればよかったな。あんまちっちゃいとでも美味しくないから、でっかいの2つとちっちゃいの4つにしてみます。はい、これで鮭の準備は完了です。はい、これ中身見てみます。全部出しちゃいますね。おお、結構いろんなの入ってる。これ全部だと量多いんで、今日はこの器に味噌汁作ろうと思います。そしたら、それぞれ1個ずつ、2個ずつ。あ、結構入るかな。椎茸もある。里芋。いんげん。もうちょっと入れていいかな。これ、たけのこ。人参。れんこん。こんなもんでいいかな。1杯分だからね。楽ですね、この冷凍惣菜。あ、ごぼうもあんだ。ごぼう。入れてない。ごぼう2つぐらい入れていこうかな。はい。これぐらいの量でやっていきます。あとは、冷凍しておきます。取っときます。はい。今日はこれ1杯分作るんで、水の量 200cc。200cc でだいたい8分目ぐらいなんで。これぐらいの水の量でやっていきます。ちょっと少ないかな、水。まあ一応、目安として 200cc でやっていきます。はい、鍋に水 200cc 入れました。そしたら具材入れます。はい、火つけます。はい、沸騰してきました。この野菜の方ですね、これ、袋に10分煮てくださいって書いてあったんで、10分煮ます。ちょっと水の量が少ないんで、ちょっとだけひたひたになるぐらいまで追加します。これぐらいでちょうどかな。なんかアクが出るみたいなんで、アクすくいます。最初1回すくえば大丈夫かな。はい、これで10分煮ていきます。だし入れるの忘れました。和風だし入れます。小さじ1ぐらいだと思います。はい、10分経ちました。こんな感じです。美味しそうにできてる。煮えてるかどうか、どれ食べればいいんだ。里芋が一番煮えづらいですね、きっと。里芋を食べてみます。これで柔らかければもう煮えてるっていうことなんで。あ、よりの、あ、こ、うんごん。はい、もう柔らかく煮えてます。そしたら、味噌入れます。ちょっとお酒も入れますね。ぼちょぼちょっていうぐらい。味噌はちょっとずつ入れてってみてください。それでご飯のおかずにするんだったら濃いめにやってください。これ十分ご飯のおかずになると思います。味見してみます。あー美味しい。これでいいや。ちょっと濃かったかもしれない。まあご飯と一緒に食べれば美味しいと思います。最後味噌入れたら火止めなさいって言われるんですけど、熱いのがいいと思うんで沸騰させちゃいます。はい、盛り付けます。うわ美味しそう。はい、これで鮭の味噌汁の完成です。いろいろ入ってます。やっぱメインは鮭ですよね。それじゃあ食べていきます。鮭食べます。美味しそう。いただきます。熱いかな。いただきます。あ、うまっ。めちゃくちゃ美味しいです。まあ間違いないですよね、鮭の味噌汁は。野菜も美味しい。これ冷凍野菜なんで切る必要もなくて、まあ10分煮る時間は必要ですけど、ああ美味しいな。あ、人参甘い。めちゃくちゃ美味しいです。ああ汁も美味しい。最高です。秋鮭の味噌汁最高なんで、ぜひやってみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。